山田工作公共史マンダラの花は日本の作曲家、山田工作が1913年に作曲した公共史である。同時期に並行して作られた作品に公共史、暗い扉があり、どちらも詩を題材にした作品となっている。山田の親友で作曲や建築など幅広い分野で才能を発揮した斉藤慶造による同名の詩に基づいている。 この詩を斉藤が書いた直後、日本から斉藤の父が救世したという伝報が届き、それを知った山田が、その詩の内容も、相まって斉藤の父が召されることを子が予感しての作と理解し、作曲を開始した。また、姉妹作である、暗い扉、同様、リヒャルト・シトラウスの公共詩、詩と変容の影響も受けている。作品は1913年11月22日に、 完成した。1914年12月6日に、帝国劇場で行われた、東京フィルハーモニー会第14回演奏会、スインホニー音楽会にて、山田自身の指揮によって初演された。ピッコロ、フルート3、オーボエ2、イングリッシュホルン、ショークラリネット、クラリネット2、バスクラリネット、バスーン2、テナーサックスホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ1ティンパ2、 バスドラム、シンバル、タムタム、トライアングルハープゲン5部単一楽章からなる。演奏時間は約8分。ありがとうございます。